んにちは、フィルザウィンドウです。日に日に暖かさが増してましてですね、エアコンの色がだんだん辛くなってきましたね。これはどうかな。本当にちょっともう早めに D 台行かないとダメだな。今日はですね、ちょっとあのエアコンの話じゃなくてですね、クイックシフト、そのお話をちょっとしていきたいなと思います。最後までお聞きいただければと思います。では行ってみたいと思います。クイックシフトなんですけれど、まあご存知の方はご存知だと思うんですけれど、まあ要はあれですよね、あのミッションのそのギアを入れていくときに、まあ少し早く入るっていうんですかね、ストロークが短くて済むっていうんですかね、あのカックンがカクって入るような感じで理解していただければいいんでしょうかね。そんな、シフトなんですけれど、まあそれだけで話しちゃうと終わっちゃうんですけれど、私のやつはクイックシフトを入れてるんですよ。で、入れたね感想をちょっとお話ししていこうかなと思ってます。で、こういったようにですね、このチャンネルではですね、フィル・ザ・ウィンドウっていうタイトルのチャンネルの通りなんですけれど、風を感じる乗り物、その、バイクとロードスターのですね、あ、噛んじゃったとりあえず噛んじゃったな、まあいいか、まあそのバイクとロードスターの、まあ旅の動画で良かったところのご紹介とかですね、使っているものの、いい点悪い点、まあいろいろ含めてお話をさせていただいております。で、過去の動画でですね、いろいろお話ししてるやつもあるので、合わせてちょっと聞いていただけると嬉しいのですが、これからもですね、どしどし、最近はちょっとねペースが、まあ、仕事の都合で遅くなっちゃってるんですが、あの動画は溜まってますので、どんどん編集して、また皆さんに見ていただけるようなものを出していきたいと思いますので、引き続きっていうこともありますから、まだ登録されてない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。こちらをポチッというボタンがあると思うんで、あのポチッとしてくれれば、あのパソコンの場合はすぐ登録できると思いますし、スマホの方はスクロールしていただくなりですね、ちょっとあの下の方を見ていただくと登録ボタンあると思いますので、ぜひ登録していただければと思います。で、まあちょっと本題入っていきたいんですけれど、その前にちょっと暑いんで窓開けます。変わんねー、まあいいか。ですね、クイックシフトなんですけれど、もう逆にね、もうこのシフトでもう買ってからすぐ変えちゃったから、もう慣れちゃってしばらく経っちゃってるんでね、まあどうかなっていうところはあるんですけれど、まあ多分普通のシフトに戻したらこうだろうなっていう観点になっちゃうんですが、お話を続けていきたいと思います。で、先ほど言った通りですね、変速をするとき、素早くできるから、まあ、クイックシフトっていう表現になってるんですけれど、あ、合流か。まあ、じゃあどれぐらい速いかっていうと、慣れると速く感じる部分もあるけれど、つけた当初はですね、むちゃくちゃ変わるような感じはしないよねっていうイメージだったかな、ただね、安くて取り替えるのもねそんなに難しくないんで、これはね交換はおすすめです。ちょっと面倒なところは、シフトノブを取って、でカーステと同じような感じでですね、このここの前のパネルを外して、このセンターを取って、で初めてシフトノブが出てくるんで、であとはボルト緩めて取り替えるだけなんで、あの交換自体の作業っていうのはすごい簡単なんですけれど、交換するまでのバラす作業がちょっと面倒くさいっていうんですかね。まあ NA なんか特にそのはめ込み式の
なんていうんですかね、パネルじゃないっていうのかなっていうのがあるので、まあ、割らないっていう言い方は変ですけれど、そのパネルをね、爪をかいちゃう心配はもちろんないんですけど、その分ネジが多いんで外すのがねちょっと面倒くさいかなと思いますね。だから私外すときはもう電ドラ使っちゃいますね。今あるじゃないですか、普通のドライバータイプのスイッチ付きのやつが、あれなんかとっても便利だと思います。トルクもね十分そこで外せるんでね。で、外し方簡単に説明しますと、カーステの時にも話したと思うんですけれど、ジュースホルダーついてる人はジュースホルダー外していただいて、エアコンの、吹き出し口ですね、これも取ります。でね、これ取るの結構大変だったんですけど、最近ですね、あ、こんなんで取れるんだっていう動画かな、インターネットもあったんですけれど、多分ねロードスターのエアコン吹き出し口外し方ってやると出てくると思うんですけど、これドライバー突っ込んでパキッてやるとすぐ取れちゃうんですよ。あ、こんな単純に取れるんだって思ってもなかったって感じで、ね、取れるん でここにネジが2箇所あって、あとは、見えるところにあるネジを、確かこの辺にもあったかな、外してっていただけると、この前のパネルが外れて、再度外してっていただけますと、物が出てきますね。まあ、そんな感じで交換してきます。で、取り付けて、いざ走ってみるって形なんですけれど、ギアをね入れるのがねちょっと早くなるかなって感じです。普通は1って感じですよね。それが1って感じなんですよ。まあちょっとシフト今見えるかな、無意味に、シフトダウンしていますね。こんな感じなんですよ。普通はガックンっていくと思うんですよ。こんな動きだと思うんですけど、これがこんな感じになるんですよね。そうそう、引くと、だから横移動しやすいっていうのかな。まあこれはね、支点とその作用点っていうのかな、その動く点が通常のシフトノブに比べてずれてるので、それが要は頭の部分ができるだけその支点に近い状態になってるから、クイクイ動くっていうようなイメージで見てもらうといいかなと思います。まあノーマルでそうなってればいいのになって思ってるりする時もあるんですけどね、なんででしょうね。まあ、クイックシフトが別売で売れてるってことを考えると、初めからクイックシフトでいいんじゃねって思ったりするんですけどね。で、まあいい点はまあそんな感じです。ただね、悪い点はないんだけれど、変えたからどうっていうと、ギアの変速がしやすくなったぐらいしか通常の一般道ではないんですよね。ただコンマ何秒争う世界のところで走ってると、シフトのチェンジって要はクラッチ踏んで動力が伝わってる時間がなくなってる時間になっちゃうので、その動力を伝える時間がちょっとでも速くなるってことを考えたら、サーキットとか扱ってる人とかで、要はショートサーキットとかの方がいいかな。まあロングとかだとそんなにシフトチェンジ、ね、決めたらそのままで曲がってっちゃうと思うんで、クイクイこう入れたり、まあ、上げたり下げたりすることが多い場合は実際メリットは上がってくると思いますね。まあ私はこれで慣れちゃってるから、もうこっちの方が一般道でも何でもやっぱ入れやすいしね、まめにシフトチェンジできるってことも考えると便利だと思います。ということでですね、ちょっと今日はクイックシフト単純な話なんですが、ここで、まとめたいと思います。料金的にもねそんな高くなかったんで、確かヤフオクとかでも中古で売ってるから、中古で十分使えるから、ぜひですねちょっと検索してみて、興味があったら買ってみてください。では以上となります。次回の動画でお会いできることを楽しみにしてます。またねー。